バターゴです。お願いします。私この前健康診断に行ってきたの。ああ、健康診断。健康診断はね、まあ行った方がいいからね。身長体重測って、心電図の検査して、うん、視力と聴力も測って、うん、はい。で、採血をして、ああ、血抜くやつか、うん。注射した場所に絆創膏を貼ってもらって、うん、で、止血のために5分ぐらい指で押さえておいてください。この後問診があるので一旦待合室でお待ちくださいって言われて待合室に戻って、まあ止血しながら待合室に戻って問診呼ばれるのを待ってた、で絆創膏を指で押さえてたんだけど、ああ血液の流れってこんなにもドクドクいってたんだって思って、まあ普段意識しない分ね、こう直に触った時にちょっとびっくりするかもしれないね。ガチじゃんって思ったガチ血液の流れがガチすぎてガチすぎて、血液って皮膚の下でこんなにもガチってたんだ、ガチってた、わかる？何が？私の血液が私よりも全然生きようとしてたの どういうこと？私の体の方が私の心より生きようとしてたの。どういうこと？私も全然ガチってるつもりだったんだけどこいつらはガチ中のガチ血液の話だよね。ガチ中のガチっていうか、私がガチってるつもりだっただけで全然こいつらにガチらされてただけなのガチるガチらされるのその主従関係知らないよ。それで私恐ろしくなってそのまま病院を飛び出して。なんで？でタクシーを止めて近くの湖までお願いしますって頼んで。なんで？誰もいない湖について、私もガチるぞって叫んだのまだ問診が残ってるだろう深く息を吸って目を開けたら空と湖の青さが目に飛び込んできて、まだ問診が残ってるだろうああ、空も湖もガチなんだなってまだ問診が残ってるだろうその時の青の鮮やかさがまだ私の胸に残ってるの。叫ぶ時は湖じゃなくて海に行けそういうもんだろう。おい、問診すっぽかして、何、結果は来たの？その後郵便で結果は届いたわよ。ああ、なんて書いてあった？全部の項目にガチって書いてあった。嘘つけよおい嘘つけよおい身長はガチセンチメートル、体重はガチキログラム、血圧は下がガチ上がガチ。嘘つけよおい嘘つけよおい、なんだそれ、なんなのこの話。これからは私のことを港って呼んでね。港？なんで？すべてのガチが集まってくる場所という意味での港。うるさいバカ